え、もう始まってます？僕真ん中ですか？また真ん中。今回やったらもう、僕出ないんで。あ、始まりました。TG の頭1滴9、第20回目、イェーイ。ケンジさん、ただいまとめでございます。お疲れ様です。そして、アムラタスで電話したら、もう下だから言うて、出てますけど。はい、セット遅れたわ。セット遅れたんすか？うん。いや、テンポライン打っとったから、どれからやってるのかなと思ったら、来てなかったんで、ちょっとびっくりしましたよ。間に合ってないです。間に合ってないです。コメントが来てないぞ。全然来てないから。え、最近どんな感じなの？もう久しぶりで全然わかんて。最近はコメントもらってそれを拾う形になったりとか、こっちから振ってったりしてるんですけど、で何一番後輩の僕がこれを説明してるんですか？いや知らん。メイト多いじゃん。お、すごい組み合わせてきたね、お前。いや、ほんますごいっすよ、今日は。なんだかんだの入れ違いがありまして、はい、レイさんはもともとやったんですけど、僕とケンジさんが途中が入れ替わるっていうシステムでございます。あ、お入れ替わる、珍しいね。入れ替わったっていう、あ、だ僕がアイオさんの代わりでジンさんの代わりですよね。だってああそうそうそう、もともとレイタさん、イオさん、ジンさんやったんですけど、ちょっとまあ急な予定が入っちゃったんで、僕とケンジさんが、代打として来たって感じなんですけど、今日の朝知ったらね、朝知ったら朝出てってそんなこともあるんですね。いや、個性が強いね、これは。いや、今日個性強いですね、ほんまに。強いなぁ。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、30代。30代。いやいやいや。20代。あ、10代。あ、そういうことですね。そうそうそう。で、10代代表、20代代表、30代代表みたいな感じで、じゃあ今日は、10代の意見聞きましょうみたいな、僕が言うみたいな。コメント来てないぞ、お前。全然来てない。おもろいこと言わな、怖いへんぞ。それはだってもう、林さんがやると無理っすよ。新婚役のランク。僕新婚なんすか？当たり前や。てか、なんか僕だけでかないですか？お前がでかいからや。身長高いやん。なんかズバ抜けちゃう。え、だから真ん中に、こう、真ん中にいいかなと思って。まあ、それは。そうそうそう。で、ね、角煮食べあげたよ。角煮。欲しいな、角煮。角煮食いたいな、マジ。いつ食いました、最後に。最後食ってな。3ヶ月ぐらい。俺はほんま嘘だろ。え、嘘なんか。そういう、なんか、そういう設定やろ。俺は確認好きだ、みたいな。やるな、そんな。昔からなんかそういう風になんか、確認好きや言ってるけど。いや、めっちゃ好きっす。どこの確認が好きですか？そう。どこなんもな。沖縄。あぐーでしたっけ？ちゃう。うわ。何したっけ？何げ。豚足。意味がわからん。お前話ならんやんけ、もう。いや、まあ耳が好きなんちゃうなんか。あ、耳がや、そうや、耳がや。いや、あんま好きちゃうっすね。新人的なんか、俺耳が好きだー言ってたけど、いつの間にか確認変わって。確認キャラに何の得があったかあります。何もないね。おひどいな。食べさせてくれるかなみたいな、そういうやつ、ね。確認をいっぱいくれる。嬉しいよ。はい。うん。ちょっと、急なんですけど、ちょっと告知していいですか？いきなり、早いな。急すぎるんですけど、ちょっと告知していいですか？まあ一発目やもんね。一発目、ちょっと告知しますね、今から。わかるけどさ、お前なんかちょっと流れってあるやん。流れなくても、もう僕は行く。言いたいね。じくちら。言いたいんですよ、僕は。まあまあまあ、ちょっと質問するわ、なんで。はい。どんな感じなの？やっぱこう、ホスト一発目のバースデーイベントっていうことで、自分一人で、はい、プリンセスガーデンでやるわけで。はい。はい、どんな感じでこう、その気持ちをまず聞いてから告知してよ。とりあえず、まあ、それも、それこそ告知じゃないですか、でも。まあまあ、バースデーに向けてはやっぱ今、だいぶちょっとまあ、ヘルプを頑張りつつ、やってはいるんですけど、僕自身の、やっぱ実力ではやっぱ盛り上げないと思うんで、やっぱヘルプの皆さんに助けてもらいながら、成り立っていけばいいかなって思うんで、ちょっとバースデー、ぜひ来てください。真面目か。真面目ですよ。そう、まあ、でも自分で衣装も決めてる。衣装決めてます。お優しい、お前。いや、ありがとう、頑張ります。お前、いや、いい人やな、ほんまに。本当にありがとうございます。いい子やな。嬉しいね。嬉しい。レイさんのバスでどんなしたんですか？どんなってだな。内容的な感じで言えば、ダンス。あ、ダンスしたんですか？あ、だけどケンさんはダンスですもんね。ケンさんは、ダンスしないよ、そんな。コスプレ。
コスプレ。コスプレ。ああ、コスプレ。昔からコスプレですからね。昔からそうだね、コスプレ。いけないけど頑張って、頑張ります。いや、いけんのかい。来てほしいけど、もう、気持ちだけで十分です。ありがとうございます、本当に。いけんのかい。切ないな。いけないけど頑張ってばっかりやないかよ、お前。いや、もう。じゃあ、その、まあ、いかないけどってなんか嫌ですね、なんか。いけないならば、なんか理由があるんですけど。いかないけどって。行かないけどって。ちょっと、経理として。お前か、行かないけど頑張ってめっちゃ来とるやんけ、お前。おい頼むで。まあ、思いっきりね。まあ、それは僕の実力不足っていうところが、やっぱ楽しんでほしいなと、せっかくイベントを、ね。まあ、そうですね、楽しんでほしいですね。で、今までどんな誕生日、こう、してきたの？大丈夫ですか、うん、僕の誕生日。プライベートで。大丈夫ですか僕、ね、これね、ほんとね、あの、辛くなるんですけど。あ、やめようか。はい、いや、楽しいことあるやろ、やっぱ。楽しいことありますね。やっぱ、僕ね、高校学生時代とか、土日の誕生日が多くて、学校で祝ってもらえないっていうことが多々ありまして。普通ないんじゃん、学校で祝ってもらう。いや、平日、いや、もう今の高校生すごいっすよ。そう、聞きたいな。最近の高校生すごいです。何年目か知ってるよ、俺、高校生。17年前とか、そう、18年前とか。ですよね。で、まあ、まあ、学校に来るなり、なんか、みんなからこう、盛大にクラッカーとかポンとかやられて、なんか、ある時はポッキーのでっかい棒みたいなので思いっきり殴られるとか、あんま嬉しないやんけ。それがでもなんかもうみんなで一致団結してやるっていうのがやっぱ、痛いだけやん。でも痛くないです。あの、棒って言ってもあの風船の棒なんで。で、あとでもお菓子の大量、うまい棒30本ボーンとか、いっぱいなんかもう、カバンに入らんだろうぐらいの、ハッピーバースデープレゼントが来るっていう。お前何やるのって言われた。何やるの？それは来てくれたら分かります。言えや教えろ。今時やね。どういうのをしたいっていうのあるの？いや、今時、そうです、今時ですね。で、まあ、そうですね。おはよう。誰に言ってんのかな？おはよう。え、誰でもおはようや。何歳になるの？19歳になります。若っ。なので、あの、ノンアルコールホストです。茶ホストです。あ、間違えた。コーラホストです。なんかゲスト来るみたいね。あ、言っとんだ。あ、言っとんだ。ケンジさん。あ、言っとんだ。すぐ言っちゃう。すぐ言っちゃう。僕聞いてなかったっすけど。まぁ、あ、ちょっと。今年で19歳になるんで。まぁ、あ、ヨくん、あの、ヨくんね。はい。首藤ヨくんが、はい、すごいあの、顔広いから。はい。なんか呼ぶらしい。あ、伊予さんが呼んでくれたんですか。そう。あ、そうなんですね。めっちゃおもろい。ネタバレって言われちゃってるし。すぐ言っちゃうね。すごいな。なんなんそれ。誰来るんか僕もちょっと楽しみですけど。まあ、先々週にジョン・ウィルソンさんが来てくれたりとかしてるんで。次誰が来るの？次は誰が来るのか。次誰が来るのか。イーグルも来てくれましたしね。あ、そうね。過去にイーグルもここに来て。なんかお前イーグルとバレ知り合いみたいな。いやもうイーグルとは僕もあのめっちゃ上からやん。拳を叩いたじゃないですか。こう握手した中なんで拳ちゃうやん。まあまあまあサプライズ不発になってしまいますけども、なんかゲストが来てくれますということで。そうけど誰から聞いたんですかその情報は。いやそれは今 こっちの、あっちまたあっちまたで噂で。ああなるほど。この周りでこう話してる。ああそうそうそう。レイタさんが四字熟語を書いたらしいんですけど、それをちょっと発表してもらって。また悪いか、みんなで、なんか好きな四字熟語な。じゃあ書きましょう。好きな四字熟語僕書きますね。みんなで。みんなで、はい。僕が好きな四字熟語、レイ、あの、ケンさんが好きな四字熟語、レイタさんが好きな四字熟語、それの、なんでそれにしたかっていうのをじゃあ追求していきましょう。ちょっとだけ時間ください。2分ほど。あ、お前でもなんかお前意気込み聞かしてって前言っとる。意気込みですか。もうそれはちょっと言っとけや。とりあえずまあバースデーだけじゃないんですけど、ちょっとあの雑誌で見たんですけど、おコーラで1000万っていうのを書いてたホストがいるんですよ。おそれに負けずに僕じゃコーラで1500万いきます。それだとなんかちょっとさ、コロナミン C でオロナミン C で1500万あった。オロナミン C タワーとか白い。
3年生。いやでもコーラタワーしたかったんですよ。でもなんか汚いからダメって言われて。オロナミン C でいいよ。オロナミン C ですか。オロナミン C。オロナミン C タワーですか。今からやってと21日できます？レイトさん、レイトさんしてくれますじゃあ。いや、検査してる。マジですか？嬉しいそんな。現実ですね。とりあえず。でも普通結構オロナミン C。いや美味しいですけど、眠たくなくなりますので元気出ますし。元気出る。じゃあレッドブルいいの。あ、レッドブルいいですね。レッドブル大無理ですね。じゃあ四字熟語書きましょう。うん。はっ。なんか不機嫌なのとか言われた俺。いやレイカーちょっと最近ちょっとあの不機嫌ちゃうよ笑顔の塩対応ですからね。塩対応ちゃうよ。お前が突っ込みところ多いだけや。今流行りのイチャリバ間違えた。あの塩対応ってやつですよね。僕のでもあれは紙対応ですから。はい、できました。最後、ケンジさんで終わりです。パルル目指してんだって、そんな目指してないパルル、パルル塩対応ですもんね。あ、そうなの。あれ、紙塩対応ですから。あのパルルはあの人間が嫌いらしいです。あ、そうなの。ね、言っとるだけやで、あの。AKB に入ったことが私、間違いだ。人生最大の間違いだって言ってたんで。じゃあ、入って話や、はい。言ってたんで、それぐらい人間が嫌いらしいです。多分俺パルル対応したら絶対俺あかんわ、売れへんわ。逆に。レッサンはもうキラースマイルの持ち主ですもんね。キラースマイル。キラー営業スマイルっていうのを持ってますからね。パルルか。いいね。え、これ真面目に書く？真面目に。いや、ケンさんはやっぱり。あ、下ネタとかなしで。チョキのなしで。チョキのなしで。ケンさんはもう3番目なんで、全然か、なんでもあるやん。じゃあレッサン書きました。レイト参加時、四字熟語。じゃあ、はい、僕は一生懸命です。なんで一生懸命なんですか？言ったら、やっぱりもう29なんだよ、ほんまに。人生はちょっと、今頑張らないとやるんやと思うんで。今でしょ！あ！どういう意味かわかるこれ。一生懸命って。もうほんまに。漢字の成り立ちみたいなやつですね。僕わかります。はい、行ってください。生きてる中で死ぬ気になるってこと。どういうことでしょうか。一生命にかけるって言います。おお。なるほど。はい。かっこいいっすよ。いやでもほんまにそれやもん。一生命にかけて俺は頑張るんだっていうことですね。そうですね。そういうことでしょうね。はい。やっぱ男なんでね。はい。こっちがどうでしょうか。いや、メインやろ。メインさんは。散々いやメインやん。あのラン君が、僕は一期一会やっぱり、ね、なんでなこうやってこうホストして、うん、出会って仲間従業員仲間家族みたいなもんと出会えたことにも感謝しないといけないし、やっぱ人々にやっぱね、女の子と毎日。人々って何や、ね、毎日やっぱ新しい女の子出会うわけですから、それにも感謝して、生きていこうかなって。今一番ちょっと感謝しないといけない時期なんで。大事やな。はい、これ大事だと思います。ほんま誕生日前とかほんま大事だからね。はい。でこのイチャリバ町でって書いてるんですけど、これは沖縄語で言う、一期一会っていう意味です。ちょっとやっぱ耳がある。なんかすごいなんか真面目やな、なんか。いや、真面目ですよ、それは。いや、ケンさんもちょっと真面目です。なんか女子高生とか書いてほしかった。そうそう。ごめんなさい。はい。イチャリバ朝廷です。どういう意味や？沖縄で、一期一会っていうのをイチャリバ朝廷って言うんですよ。こっち修学旅行行った時に、ちょっと教えてもらったんですよ。沖縄の人に。ケンさん、修学旅行は何年前ですか？え？あれはね、18年前かな。どこ行ったんですか？修学旅行。長野県。なんかやっぱ全然違った。お前外国とかじゃん。僕台湾行きました。うわ、腹立つわ。台湾行きました。すごいな。長崎やったし。何も思んなかった。広島からの長崎ですか？ちゃうわ。いや、普通に長崎。長崎。え、いつの時期行ったの？あー、もうあれ、冬やったさ。じゃあ、あの、ハウステンボスとか、今の時期ぐらいでしょ？全く思んないです。イルミネーションとか。
全然興味ない関係ないなほんまのカップで行くからアイドルはすごい長野は好きですかちゃんと好き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 ですか、うん、朝は楽しいですねそう朝スキーして、はい、朝夕方までスキーして、はい、でお酒飲んで朝まで飲んでまたスキーしてそれ高校の時に行ったら一緒ですよ。そうそうそう。オッケーオッケー。それだけオッケーオッケーじゃん。あ、だったら先生がオッケー。いいよいいよ、タバコ吸ってもいいよ。え、先生が。マジっすか。すごいその、担任の先生がすごいいい人で。あ時代が違うと。あ、そうですね。18年の時代って長いですね。酒飲んでタバコ吸ってもバレても、あ、いいよ、今日だけやで。いいよいいよいいよ。いい先生でした。最後にケンジさんの四字熟語。お行きましょう。皆さん真面目なんで。僕も真面目に真面目なんですよケンさん僕ちょっと言ってほしかったっすねいやいやいやちょっとなんかね悲しいっすねいいですかはい、はい、一気当然どういう意味ですか当然じゃないですか当然あ当然なんですねそう初めて知った当然なんだそう今調べたからああ俺当選かなと思ったけど僕も当選思ったんですけど、はい、どういう意味なんですかまあ、大勢にこう囲まれても対応できるような強い男になるんだと臨機応変に柔軟性のたける人間にってことですね、はい、いいですねそういう結構柔軟性にたけてますよねいや全然そんなもうやっぱホストなんで負けたら勝つからそうですねまあ少数せいぜいとかねなんか分かりますまあそういうね人数少なくても立派なものを作っていこうじゃないかとそれは強くね皆さんが強くなれるように頑張ろうっていうはいどっちかパチってパチちゃいますからどういう時代パチってないですパチってなんですかパチってなんですかねあ嘘パチってことですよあ誰のコメントがさひどいな誰やそんなの誰だパチンコあ、一気当然、あ、そうなんですか。あ、パチンコの、あー、なるほど。あの、アニメのなんか、ね、開きましたね、一気当然っていう。え、そんなんあるのありますよ。あ、だから、なんかそういう、なんか、戦国時代とか、そういう系のアニメとか多いですもんね。あ、ケイさん、パチンのやつですか。違う。まだそっちですか。いや、パチンコですか。すごい、昔から好きな言葉で。僕、ケンさん絶対、シチニクリオン。シチニクリオン。シチニクリオン。俺のせいにしたらね。さっきのさ、そっち系かなと思って。メーターシチニクリオン、女子高生。ラン、女子高生。ただ僕、女子大生の方が好きです。女子大生。女子大生の方が好きです。女子高生と女子大生の方が好きです。ちょっとケンさんの、なんか、聞きたかったらさ。そういう面白いこと七肉りの話七肉り七肉りの話七肉り書いてくれてるあてか29だぞまだやばいっす頑張れいやちょっとこ頑張れこれはもう早くあおやばいおはようございますどうぞ助けてやゲストなんゲスト来ましたあれちょっと助けてや全然怖いゲストじゃないんですかゲストやと思ったらゲストじゃなかったですこういうタイミングあるよねじゃあはいじゃあランくんダンスやしねはいなんかそういうちょっとね面白い話しようよじゃあじゃあわかるコメント頑張れ誰っていう翔くん翔くんですよ翔くんですゲストゲスト早田さん早田さん誰って言った俺出たことないし初めてだよおー初めてユンすげえじゃんお店開いてないから紹介しましたじゃあ翔来た瞬間めっちゃ来たやん来たやん全然来なかったのに。おはよう。すげえな。ええー。ちょっとやばかったもん。俺ちょっと焦ってたし。めっちゃコメントあるやん、いっぱい。いや、これ少ないで。全然少ないですよ。全然少ないですよ。ペースがやばい。いや、すごいな。何
しとったん？四字熟語の会話をしてました。が、もう、バースの話で。あ、そっか、バースでか。そうそう、はい、意気込み。意気込み。ランくんの意気込みね。これ貸すよ。はい。すげえ、コメント出るやん、これ。出るんですよ、コメントが。そうそうそう。あ、めっちゃ来た。おやっぱ人気者はやっぱ違いますね。あ、すごいね。おはようって来たもんね。やっぱ人気者は。おはよう。下ネタって来た。なんか誰か話題振ってよ。話題話題。あ、話題欲しいね。なんかどういうの。今日なんか全然こうね、ないね、あの質問。ね、うん、出てるメンバーのせいですね。おーい、これは大だ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 。メンバーが悪い。いや、まず、初めてですもんね。そう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 。前、3回目ね、これ。あ、その、翔くん、ニコ生電話も来た。いや、俺も出るつもりなんか全然ないやん。ずっと断り続けてたから。ちょ、めっちゃすげえじゃん。断り続けて社長の視線がめっちゃ怖かった。断ってる時に。いや、でもお店開いてないから、一人で待つの悲しいなと思って。いや、なんか、こういうの嬉しいね。いや別にレイダさんのために来たわけじゃないんで。いや、マジかよ。てか、一発ゲーってなんやねん、もまた来たな。前やった、そんな。レイダさん、レイダさん、お得意様でしたね。いつも一発ゲー、クロスも。無視したんや。いやまあまあ、えぐいっすね。みんなびっくりしたら、勝負出てる。だって出たことないもん。だってこれ初めてもう、3ヶ月ぐらいですよね。3ヶ月。うん、3ヶ月間ずっと出たことなかったもん。ちょ、めっちゃ人気もんやん。逆に、あれじゃん、すごい。いやいや、プレミア感でいいなって。そう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 。そうやばい、スポーツメンバーが勝ち合ったな。いや、もう、イオさんと、イオさんと、完璧やった、もちろん。ちょっと分けありです、と。引き立つもんなんだ、すごく。でも、多分にこれもう、俺とジンさんと、ラン、ほとんど出てるよな。ほぼ出ても僕だけ。でも5回目ですもん。5回目ですもん。ネタがどんどん消えてきた。いや、いらないです。大丈夫です、僕。いや、まあ、出ない、はい。遊びに来ただけなんで。いや、行こうや。だいぶコメント増えたし。あ、よかったよ。すごいな。誰かなんか質問してよ、質問。確かに。すげえな、これ、パソコン。隼人さん、めちゃくちゃ送ってきてるっていう。画像を見れて、ハイテクやな。すげえな。クリスマスの思い出、いいね。あ、いい、なんかいい。いいね、このコメントしてくれる。コメントしてくれる子は俺、結構知ってる。いいよね。クリスマスの思い出。ちょ、なんかないですか？あ、俺、クリスマス。俺、あんまりいい思い出ないですけどね。ちょ、思んないっすね。なんなんそれ。クリスマスの思い出な。クリスマス、クリスマスじゃなくて、あの、大晦日にしていい？勝手に話題変えてる。クリスマスだいぶ変わった。考えたんやけど、全然出てこんから。やりやすく、あんまりやりやすい方がいいんじゃない？とりあえず、大晦日かな。大晦日は、あの、京都で先輩と過ごそうって言って、車で行ったけど、3時間かかって渋滞で。途中で年越ししてしたけど、結局、いつ年越ししたか分からんで、車で全員コンビニ寝てる時に年越ししたから。切ないやん。切ないわ。趣味。趣味とかおもろ。趣味、俺の合コンっすか、もうここ。俺の趣味。なるほど。今時の合コン。合コンってこのネット越しの合コンみたいな。若いね。いつも DVD 見てる洋画。洋画がすごい好きやから。あ、いいね、洋画いいね。あんま聞いてもおもんないやろ、俺の趣味。ははは、切ない、切ない。そう、でも、洋がいいね。メイズランナー。あ、メイズランナーわかる。メイズランナー1出て、今、もうじき2があるんよ。ちょっとこれ、見てる人で知らんかったら、絶対聞いてもおもんない会話かもしれんけど、メイズランナーは面白かった。今日は、今日やったっけな。あ、昨日、ターミネーターの新しいやつが DVD 出たよ。スタヤに置いてある新作、見てないやつない。それは暇っていうことじゃないよ。時間削って見とるわけやから、暇じゃないからね。すげえな、これ。忙しいもんな。おすすめは？おすすめ？いや、人によって違うからね、洋画とかやったら。俺、あの、ハンガーゲームおもろかったけど。ハンガーゲームおもろかったね。大体、鈴木もんで、ワン、ツー、スリーって出てるやつはおもろいよ。あ、まあ、大体ワン、ツー、ツーぐらいで止まっとったら失敗したやつやけど。
分かる。映ってないし、姿勢悪いよ。違うね。社長おったら叩かれてるんですよ。やばいな。あー、詳しいな。詳しい。すごいね。誰かないのな、このとこ。何人ぐらい見たの？どうに書いとくわ。右下で101人ですね。ちょっと言うなよ、お前。それ、すぐ、すぐかったら、お前。100位は結構多いです。おい、おう。あ、そうなん。これ、何人ぐらい、え、急に増えた？見たら多いんですか？300。タイムライン拡散して従業員。ほんまやわ。拡散今からしよう。もし女の子なら PG で誰しもしてる、うん、女の子なら、あー、いいね、このお店ネタ。すごいね。めっちゃこのコメントしてくれた子いい子や、うん。女の子なら誰しめ、従業員、結構、ね、いいとこな。いや、誰やろな。いや、でも、おもろさで言ったら、席でおもろいんは、絶対鉄板レイカさんとハヤキさんやと思う。まあ、もし、喋っとって、これなんか、俺がメインでお客さんが怒ったとしても、レイカさんとハヤキさんヘルプつけたらおもろいもん。嬉しい。めちゃめちゃ。別に褒めてないですよ。え、違う。なんか、あんま調子に入れといてください。ちょっとテンション上がったのに。ちょ、これ電話番号書いて電話かかってくるんちゃうんですか。お生電話電話かけてくるか、今。絶対。いけ女の子が電話かけてくる。それも。え、誰指名します？お前誰指名する？僕やったら、イオさんか、じゃ理由を言ってあげんとわからんから。あ、イオさん、やっぱ、まあ、一緒にヘルプついたりしても盛り上げてくれますし。俺と言ってることしちゃうん。ふっと俺、お前に言ってたんが、間違えた。ケンさん、バシッと。まあ、PG の授業みんな知ってるでしょ。俺らより多分知ってると思う。手が長いですからね。もし僕が、プリンセスが行くならば、まあ、リキさん。なんか分かるさ、そのリキさんは。まあ、いろいろね、こう相談とか乗ってくれそうな、仕事のこととか、なんでもそうやけども。長いですからね。で、こう、お酒飲んでいくうちに、こう、崩れていく感じがすごい。ワイン飲んだ時のリキさん。まあまあ、面白いですからね。でも、飲んでたら、こう、ね、合わせて飲んでくれるっていう。あ、飲んでも楽しいし、みたいな。弟が大人の魅力ありますもんね、リキさんは。そうそう、あのね、まあ、その子が何求めてるかね、おもろかったらおもろい人やったらいいと思うし、あ、なんかその外で遊んだりするのもアクティブな感じの、あ、大事だね、そういうのね、男は、俺が女の子やったら、うん、遊び知っとる男はこうかっこいいし、一緒遊んどっておもろいなって思う。ああ、そうだね、うん、外遊びに行くって言ってね、満喫やったらもう結構萎えるやん。いやね、誰が一番面白いの、誰が一番おもろいやろな。難しいよね。難しいな。そう、やっぱいろいろね、ジャンルっていうのもある。ユ、う、ア、ん、さんで引き出し多いもんね。そうそう、会話スタートできる。うん、すごいよね。司会者とかもやっぱできるし。ちょっと、今何今、110か。増えました。いや、俺頑張って、頑張って200にするわ。タイムラインめっちゃ更新。はい、タイムライン今更新するんですね。拡散。めっちゃ拡散するわ。みんなも拡散して。俺普段タイムライン更新せんからな、うん、とりあえず更新してからのあのタイミングで CM ガキガキの使い方で、はいはい CM、 え、早っ、早っ、はい CM、 カロン休憩してくるね、バイバイ。自由やな。後半戦、はい、後半戦です。はい、本当にショウさんタバコ吸いに行っちゃいました。うわ、あれなんかちょっと感じがいいな、俺も自由な感じが、いや、もうあんなのがいいな、俺。まあまあ、まあ、いや、多分急にやっぱいきなりね、あ、やっぱこうなんね、モチベーションもやっぱちゃうんちゃいますから。違うよ、ラフな感じで来てラフな感じで帰れるっていう。ああ、そうそうそう、違うよ、うん、ちょっと楽しんで帰るみたいな、うん、そうそうそう、大体もうね、僕結構出てるんで、僕ケンさん出てほしいですけどね、もうちょい。
もうちょい今日出たねだから。いや、大丈夫出ましょう。いやいや、そんなの。僕は僕のね、こうスケジュールが。翔さん消えた瞬間のコメントのなさ。やっぱこれだけ翔さんの人気度がすごいところですよね。やっぱりまあ、この3人がそういうぐらい人気になれば。おのずと俺とケンさん人気なんですよ。いやいや、そんなん言ってないですけど全然。あの大阪 の, あの南にあるプリンセスガーデンっていうお店なんですけど、ちょっとぜひ来てください。ぜひベータ頑張れ。いや頑張るよ。ケンさん頑張ってくださいね。今日ちょっと初めてのメンバーからちょっと戸惑いがあるし。いやそうっすね。いやじゃあよう喋ってるやん。毎日喋ってるやん。まあ、僕とレイトさん結構ね一緒に共演したことあっても、ケンさんなかったっすからね、うん、まあそうやね。あっ、翔さんお帰りです。タバコ吸ったから元気だった。すごいエネルギーや。あーそっかそっか。あそうやろか。そろそろ生電話っていうのがあんねんけど、生電話する？いや、いらん。いらない。はい、やめよう。今日はなしで。なしで。してほしか、してほしいってコメントがあったらするよ。お、5人以上。5人以上。規定があるからね。でもなんかあの、うん、同じ人が送ってくることも何回かあるんで、ただ。レイトさん頑張れ、癒やしいって頑張って言われてますよ。頑張る。ヒゲ濃い。今日は濃いない。今日濃いない。今日ちょっと大丈夫よ。うん、朝方でもすごいですね。次誰言ってんだよ。次誰？誰出てほしい？ただいま。すごいな。なんかアイドル的な感じだね、なんか。ケンさんとランもっとね。え、結構ここで誰が一番多く出てる？ハヤトさん、ジンさん、レイタさん、あー、やめよ。よし、今度から、こう、面白い人を連れてくる。はぁ、ちゃってや。こう、なんか、ほんま、こう、みんなの人気者を連れてくるから。おぉ。なるほど、おのずと誰か決まってきますから。あみだくじで君をやって。左下の人イケメンって、レイタさん。おぉ、おぉ、脇合わせ、脇合わせ見える。脇合わせ、ケンさん。あ、ケンさん。そっちかい。あ、ケンさん、イケメン。逆かい。たまにはね、そういうの。逆かよ。イケメンって。お金絶対渡したでしょ。誰か全然悪い。最初に、これする前に金渡してる。渡して。絶対ヘッドサロンの人でしょ。ジン君電話って。ジンくん。ジンさん、電話率高いですもんね。ジンさんに電話しろってこと？はい。いや、ジンさんはいい。ジンさんはいいね。しません。おケンジさんやろって突っ込まれたわ。誰よ。ケンジさん、ケンジさん大人の男性って感じですよね。あ、ちょうど今別れてる何歳でしたっけ？35で30でしたっけ？29 30ですよ。30だって言うやん。30だ、30代で、じゃあ19ですね。19、俺22やから、うん、若いとまあそこ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 言い方そこそこってふざけて言うんですけど、ちょっとテレビなんで、あ、テレビに言った方がいいかなって、まあ、中堅っていうね。そっかそっか。あ、秀樹さん、あ、お嬢さん、秀樹さんは、うん、主任ね、最初一緒に出たんやよね。あ、そうなの。社長と主任の上。あ、そうそう。結構社長とかも出してほしいってよう言いますけど。社長面白いもん。でも社長、やたら忙しいからな。ね、もう、バタバタして。誰か起こそう。別に、全員起きてるよ。いや、寝てたらやばいもん。かけていた。来週、大阪で仕事あるので、初回で遊びに。あ、ありがとう。おー、そうね。嬉しい嬉しい。テンション上がるな、これ。みんな、俺に拍手。いや、違うよ。あ、それや。そう？ありがとう。そっちやった。もうでもなんかこういうの嬉しいな。嬉しいね。初めてや。初めて見てもらって、初見さんで来てくれると嬉しいですね。白組に電話。あー、出てないな。出てないな。あすむさん出てないですね。いいよ。じゃあ白組今度連れてくるね。お、いや、俺は来んよ。え、こうやんねや。プレミアスで今日。連れてくるだけで。白組に電話するね。え、これどうやったら音声聞こえるかな。そこに。いいですか。え、でもなんか会話がなんか、とりあえず、スピーカーを。あ、スピーカーにする。
そんな感じ。はい。出るかな。出んかったら最悪やね。しのぶくん。聞こえるかな。ちょっと邪魔されて。おう、もしもし。おはよう。絶対寝起きやろ。いや、今からセット行きます。もう寝起きやん、もう。おい間に合わんやろ。ギリギリまで寝んなよ。遅刻やん。今からセットまで超えましたね。今ね、ニコ生に遊びに来とるんよ。え、前ですか。うん、この電話聞こえとるよ。お前の寝起きの声。うん、やばいっす。うん、多分社長が聞いてないこと願った方がいい。社長聞いてやばい。社長聞いてたらちょっと怒られるで。おい、誰やプリが動物園見たいってコメントしたい。ひどいな。ケンジさん男前やろ。まあ別にいいけど、おもろかったら別に。あ、そっか。あんな、しろむ、ごめんごめん、お前のこと放置して。いや、はい。来週な、出てほしいってさ。誰がですか、それ。え、コメントであったんよ。まあ、僕でよければ。うん、よろしく。おー、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 おー。まあ、それだけ、バイバイ。早っ早っ早っ要件だけは決まりましたね、これ。早いね。これで一人決定。一人決まったよ。じゃあ次は、しのぶくんと、ゆかりや仲間たちが来るわけね。いや、楽しい。しのぶくんと、あんま出てないし。そうめくん。いや、そうめさん違う。違う違う。じゃあ、今度は、若さで攻めるね。ああ、かけて。逆にね。忍と翼の二個一みたいな。いつも一緒にいるやん。そうやね。いや、いつも一緒にいるよ。ね、もいつも。スタイルとかでいいじゃん。夫婦ちゃう感じで、ね。じゃあ、若いメンバーを、三人しかいけんっていう、あれはあるんですか？ないですよね。じゃあ、下目も見たい。あ、そうね。下目。うん、もうあいつおもろいと思う。うん、サメより喋るからね。喋りますね。若いメンバーで来るね。来週は。翼もか。で。ヒサメ、忍、翼。うん。おー。そうだね。で、そこをまとめる。大丈夫。いや、多分大丈夫くないんで。いや、だい、そうだ、いや、僕はいいです。ほんまに僕は。それ予定を決められるっていうのがもう、嫌いで嫌いで。来たい時に来るっていう。はい。20歳です。一番若いのはランくんです。僕です。ランくん。19歳です。ランくん若い。若いよなぁ。19もんなぁ。若いっていいっすよね。いいなぁ。若いやん。いやいや、そうか。若いっすよ。ちょっと、いやもう落ち着いてるもんなぁ。そう。なんか、もっとなんかこうね、しようかなぁ。はしゃいでもいいんじゃないかな。はしゃいで。はしゃいで。なぁ。元気やな。僕元気。笑顔がいい。元気。いやいや。ラン君と、あ、でもレイタさんも。レイタさん。ラン君とレイタさんは、ほんと笑顔がいい。羨ましいもん。俺もなんか初回で怖いねとか、怒ってるんですかみたいな。ちょっと抽象やもんな。抽象だよね。怒ってるんですよ。ひどいね。ちょっと抽象入ってる。いや、次回は若い子ってことで。なんかいいね。20代の強者たち。そうですね。そうね。今20代半分、30歳半分ぐらいになるんですかね、お店的に言ったら。6、7人ぐらいが30代。まあ半分以上。アラサーが、ほぼほぼ。まあでも男として、逆に30代の方が余裕あってかっこいいと思う、女の子からしたら。俺女の子やったら絶対年上選ぶもん。今朝言うはどうするないで。本音言ったらないよ。どう落ち着きありますよ。ねえ、いや。ちょ、声ちっさ。いや、声ちっちゃくないよ。声が聞こえてないよ、ドラマの方に。ほんま？思ってるだけですもんね。ラン金髪、やめた？はい。あの、絶対やめて今の足の方がいいと思う。いや、ほんまにそう思いますね、僕も。でも、だいぶ落ちたんじゃん。だいぶ落ちました。本当に結構真っ暗やったんですけど、なんか、一日一日なんか色が徐々に変わっていくっていう。でも今ぐらいでええんちゃう？うん、感じやん。もっと暗い方がいいと思うんですけどね、僕的には。いや、まあ、暗い方が絶対、はい、綺麗やもんね。でも綺麗な、おとなしく見えるし。うん、でもそこで若かったらいいと思う。かっこいいやん。ありがとうございます。別に褒めてない。あ。あげてよ、弟。気ぃつけろよ、お前。俺、めったなことじゃないと褒めんよ。下げてあげてほしかった。なんで標準語なんですか？標準語、ああ、特にあれやね、
いろんな人と喋っとったら、まあ、あのなんか鬱って喋り方おかしくなった。ごめんね。不快な思いさせてたら、すげえ話しとった。ごめん。リケさん標準だもんね。ああ、そうだね。まあ、そうですね。ナンバー人なんですかって言うの。ナンバー人なんですかって言うの。ちょっとよくわからんけど。ナンバー入ってる人たちなんですかみたいなことで。誰が今いるメンバーが、今いるメンバーが、ちょっとコメント来たらそれ今のやりとり返すな。切ないけどやめよう。俺髪の毛暗くなった。暗い方がいいと思う。大人っぽく見られたいから。うん、それは思いますね。うん、暗い方がいいやね、やっぱり。絶対暗い方がいい。じゃあやばいって俺遅刻するって。俺ニコ生出る言うてないから。俺ちゃんと12時に出勤したの。俺いいっすよ。何も遅刻だと。テンポラインにも言ってないし、出ますも言っとらんから。いや、まあ、俺あと4分したもん。4分5分したら俺去るね。俺ちょっと頑張って。それやめんや。いかんと。やばい。やばい。そこまでする。ストイックにやってくれ。ストイックに。いや別に、じゃあストイックにしてやってるわけじゃないよ。ただ純粋に。島が顔出したら、あそれだけ。結構嬉しいよ。いや3人のためにしたわけじゃない。いや違う。誤解しないでください。誤解。なんかさっきね、なんか他の用事で来たんかなと思って。なんかリアル。そうか、でもそう。結構みんなコメントしてくれたんだな。あ、なんか増えてきたね。おお。ツンが多いって何？あ、俺がツン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 してるってこと？ツンデレのツンが多すぎてデレが出てくるんですね。ああ、そうなんかな。そう。いやなんかあの、これなんか、ツンデレで言ったらデレ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 しとったらこいつなんやねんと思われる。まあ、まあ、逆にね。程よく程よくが。俺がもういつもニコニコしてるレイタさんめっちゃ嫌いやもん。なんでや。そんな言うの。なんでこんなニコ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 してる。いやでもいいっすよね。レイタさんに会って、俺にない。レイタさんニコニコしとるから、こう人寄ってくるけど、俺ツン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 しすぎて、もう人大体5メートル以内から離れとるもん。で、大体、あの、俺言われたんが、もうお酒入って、大体機嫌悪そうな時は、近づかないです。めっちゃ悪いやつやん。ランくん、バースデー頑張ってね。ちゃんと俺言わんと。ありがとうございます。頑張ります。やります。初めてのバースデーやね。はい。そうです。緊張。絶対緊張するよな。いや、もうしてます。バクバクです。まあでも楽しいんだらな、いいよ、はい、絶対。みんな、まあ今までこうついたりしてくれた人がな、来てくれたら、はい、笑顔でおって、お前がな、絶対お祝いしてもらえる日だし、はい、何してもいいと思う。いや、さすがに。店の備品壊さんかったら、怒られる。ああ、店の備品壊さん、めちゃめちゃ怒られるから。その経費ですもんね。ここのメンバーが、あーナンバー入ってる人ってこと、ナンバー誰も入ってない。ああ、そうだよ。ナンバーワンまあ、やるやね、まあ、ナンバーワンだけがやっぱかっこいいからな、一番。さあ、そう。ナンバーワンは絶対ナンバーワンが一番かっこいい。ユニーナンバーワン。そうだよね。ナンバーワンが、めっちゃいいよ。ショウさん好き、そのショウさんらしい姿、めっちゃいいやつやん。いやいや、誰か知りたいやん。いや、めっちゃお礼する俺。嬉しいね、こういうの、ほんまにこういうコメントは。めっちゃお茶飲むっすやん。めっちゃ飲むよ。そんな喋ってないやん。全然飲んでない。誰も飲んでないよ。誰も飲んでない。レイさん。ちょっと潤わさな。僕らの店のナンバーワンは、ゆうたさんって人。あ、イケメン。かっこいいですね、ゆうたさんは、うん。男らしい、めっちゃ。こう男前な人。めっちゃ先輩、ずっとこう、面倒見てもらってるけど。俺みたいなクソガキを。毎日、ゆうたさんご飯行きます、ご飯行きます。俺先輩ってめっちゃイライラすると思う。なんでこいつと毎日飯行かんといけんねんと思う。でもゆうたさんいつもご飯連れてくれはる。いや、かっこいいね。かっこいいね。やばい、遅刻する。ほんま45分や。それはもういいんじゃないもん。いや、なかなか。ほんまに俺怒られる。遅刻嫌いやから。そんな怒られる。バイバイ。ありがとうございます。連絡したら。バイバイ。じゃあ、3人で締めていきましょうか。じゃあ、頑張って盛り上げてな。はい、お願いします。じゃあ、3人で盛り上げて、はい、ちょっとやっていきましょう。ちょっとびっくりだね。ね。ね。まさか。なんか、ね、それなんかちょっと新鮮さも一緒。ああ、もう空気がゴロッと変わって。ね。全然変わって。コメントはあと1で100ですよ。2か。2ぐらいで100ですからね。これでドドドドってこう見る人が減ったら思うの？また落ちてった、落ちてって。今136人です。136？ 上がってるやん。ちょっとすげえ。はい、おー。他減っていくことなく上がっていくようにやっていきましょうっていうね。てか、みんな、
チューブとかでナンバー入ってると思ってた。いや、ああ、嬉しい、嬉しい、嬉しい。レイズさん、声ガラガラ。やから特茶飲んでないと思いますよ。特茶で潤さないと、人男にならないと。毎日ガラガラやからね。変わらんよ。なんそんなガラガラになったんですか。酒飲むからや。乾杯飲む酒飲むやから。毎日でまたねえもんな。来週のメンバーはとりあえず若いメンバーやと思います。しのぶさんは確定です。前もまた出たやん。いやもう僕はちょっともう休憩したいですね、そろそろ。何回もバースデーやねんか、出ろ出ろ。いやもう終わってるじゃないですか、来週。来週バースデー終わってますから。いや、今月が、あれやで。あ、僕の、そう、バースデー。バースデーシーズン。まあまあまあ、まあ。そうそうそう。ほっさんからや。おっさんやん、ちょうど。おっさんよ。もう29やん。29。アラウンド30ってやつです、ね。気持ちは若いやん、今日はね。気持ちは若いよ。次30、まあ、来年30やけども、どんな感じで、もうやっぱ落ち着かなあかんな、思うんすけど、もうちょっと。みそじを迎えてってことですもんね。どう違うぞっていう。やっぱり。コスプレやめるとか。いや、それは違うんですよ。好きな、平田君好きなコスプレやめるとか。いや、もうずっとニコニコしとん違うぞみたいな。ああ、違う場面も。そうなんです。ああ、ちょっとしっかりしてんねや、お前意外と。ああ、ちょっとさ、出すとか。いや、それは僕も一緒っすよ。お前じゃあ若いから許される部分もあると思うんですけど、若いのにって言われたいんですよね、やっぱ。若いのにしっかりしてるねとか、そういうやっぱ男になっていきたいなって。可愛いからいいよ。痩せたらって。来週、20代前半全員ってことは、翼さん出れないですね。翼さん26なんで。おい、痩せたらとか言うなよ誰やか。ジム行きましょうね、さ、ちゃんと。ジム行かないとやっぱダメですよ。その次の回は30代メンバーらしいです。あ、やった、ギリギリや、いかんでよ、俺。ケイさん、そうめんさん。すごいメンバーやな、お前。一回やりたいのは、その、相川さん。はい。相川君。はい、リュウジ君。で、僕で、こう、ちょっとやりたい。ああ、いいじゃないですか。やりますよ。まあ、社長も時間あれば。ね。はいはいはい、4人でちょっと、濃厚な、濃い話をしとって、いろいろね。やりましょう。裏話的な。ああ。ポストの裏話的なやつをちょっと、で出してくるわけですね。一回やってみたんですけどね、普通に。ずっと今までこう、ずっとホストやってて、すごい感動してきたこととか。うん、なんか分かるっちゃ分かるっすもんね。まあ、20代後半で言うと、まあ、翼さん、ゆうたさん、伊代さん、はやとさん、で、主任とレイドさんですよね。うん、さあね。6人です。出てほしい人とかな。やっぱ、聞いた、やっぱり隼人さん。いや、隼人さん人気ですもんね、やっぱ。すごいな。隼人さん人気ですもん。あれはもう、なんか人気。さあな。隼人さん人気。楽しみ。はぁどの回が楽しみですか、これ。そういうの嬉しいよ。うん。どの回が楽しみなんかなってめっちゃ思いますけどね。なんかこう、誰が出てほしいとか、こう、もっとこう、ね、言ってほしいよね。いや、それで人気とかちょっとわかりますもんね、言ったら。パーさんがやっぱ人気やなってのはあなたわかりますし、ね、ジンさんも人気ですもんね、だって。うん、まあ、そうだね。毎回生電話ジンさんの名前が出るぐらいジンさん人気なんで。そうだね。でも、ニコ生にはあまり出てくれないっていうのがあるから、生電話だけで寝起きのジンさんの声が聞こえるっていう。ああ、それだけ。すごいな。そういうの思ったらすごいことやね。じゃあ出てくれるっていうのがでもすごいですよね、やっぱ。そうだね。ジンはもういい。かわいそう。そんな言わせてあげたなんか言われてたんだ。上げて下げられたのは、ここで、翔さんのちょっとあの、名残が残ってる感じですね、もうこれ。でもちょっと女の子に聞きたいね。どういう人がタイプとか聞きたいわ。ああ、好きなタイプ。男性がタイプみたいな。ちょっと好きなタイプを教えてほしいです。さあね。秀樹さん、久しぶりに出てほしい。秀樹さんも忙しいですもんね、今。そうね。だいぶ。忙しいからね。知り面白いから、もう出てほしいっちゃ出てほしいよね、うん。結構人気もあるし。そうだね。面白い人、うん、面白いって言ってもなんかどういう面白さとかあるよね。そうね。何がおもろいかギャグが面白い、話が面白いとか、顔がおもろいとか。顔おもろい嫌や。顔おもろいってのは失礼やね。あ、失礼ですか。まあ、会った瞬間もう笑いになるっていう。そうですよ。喋れる人誰結構違う。誰でも喋れました、みんな。
やっぱ電気長い人多いんでね、喋、うん、る人多いっすよね。優しくて愛情を添えてくれる人はもうみんな注ぎみんな注ぎます思いっきりね。僕は最高やね。僕はもう全身包めるぐらいお体がやっぱ大きいんで、全身包めるってなんやね。抱きしめて全身包めるぐらいやっぱ大きいんで、隣によって落ち着く人は無言でも、ああいいね、喋らんでも、もう落ち着く人ですよ ね、 ね、うん、安定さね。こんな感じで誰ですかね。じゃあ面白くて喋れて優しく大丈夫そうでくれる人で引き出しが多い人、伊予さんですね。伊予さんですね。バランスよく、はい、ああゆうたさん、ああゆうたさんですね。ショウも結構ほんまに引き出し多いからね、うんうん、そうか。結構やっぱでもなんか言ってることがすごい分かれるっすね、うん、ほんまに楽しく話できて無言でもこっちいい人。ああいいね。まあまあレベル高い部類っすね、はい、レベル高いっすね。レベル高えな。喋ってもおもろい、喋らんでもいいみたいな。ギャップやね。やっぱ女の無言でも弱い強いってすごいよね。そうっすね、うん、ある意味のマスコット的な感じだ。レイドさんはマスコットですもんね。癒しキャラって言われてるぐらいですからね。もうあ自分じゃ分かんないですからね。正直そうだね。ケンジさんのキャラって何なんですかね。ケンジさんの僕もっとちょげてほしいです。私みたいに最近ちょげてくれないんですか。いや大人なんか大人すぎるっすよ。大人すぎる、はあ、大人すぎるみたいな。ちょっとなんかちょげがちょっともうちょっと出てほしいなって。例えば どんな感じかな。僕今朝動きとか結構好きなんで、あもっと乗ってほしいっす。やっぱこう見られ方って変わってくるやん。いやええと思ってたケンさん、僕楽しんでくれるっすよ。あでもお酒の力が必要だね。そうですね、やっぱりケンさん意外と天然キャラって何これ歌舞伎町直樹、大丈夫ですか。知ってます。知らんしょ。誰も知らないです、ごめんなさい。言ったことは人気に有名じゃないです。知りません。ケンさん、意外と天然キャラになるとすよ。誰かな、これ書いてます。誰かな。誰か分かるんちゃいますか。でもすげえ天然キャラって、レイタさんも天然ちゃいますか。でもいや、お前の方が天然。いやいや、僕天然ちゃいますよ。お前めっちゃ言われてんだよ。俺結構知ってるから。え、そうなんすか。お前結構多いで。おますか。まあまあまあ、いいんだよ。いいやん。もうみんな個性的でってことで、まあ個性派の強い人間やってことで。普通でうまくまとめました。普通じゃ面白くないと。はいはい、ね、まとめましたね、綺麗に。この前すぐ切れるって会長言ってましたけど、ほんまですかって。あ、ケンジさんのことか。ケンジさん、ケンジさんすぐ切れるやつ。会長、会長はね、同じことを何回も言う。もういいだろうっていうことを何回も言う。ドッキリはめられたんですもんね。なんかケンさん会長、ケンさん好きやからいじられるっすもん。ケンちゃんねって言って結構いじられるっすもん。何かいつも会った時にこう企んでる。意地悪されるね。会長好きですからね、僕も。ちょっとあと5分やで、ね、ま、もうあと5分ですか。ご飯からこっち告知しろよ。またすか。最初のうちにもうあれやん。前半部分でも言ってたんですけど、5月で始まってた11月21日土曜日の営業日、日付回って日曜日の営業日に、ちょっと僕の人生初めてピン、新人でピン、バースデーイベントさせていただきます。はい、コンセプトは、なんかコンセプトはどういう風にしたいとか、こういうこんな人がいいですとか、こんな人とりあえずもう一日中僕が笑顔で終われるようなバスにしたいと思いますし、まあ、とりあえず初めてなんでどうなるかも全然分かんないんで、やっぱり、まあ、今まで何回か見てきましたけど、お酒飲まれんもんな。そうなんですよ。朝じゃコーラ用意しとくねって言って。いや、ほんまですか。コーラあのピッチャーでお願いします。まあ頑張っていいな。いや本当はでもこうみんなでコーラタワーを作ろうみたいなのをしたかったんですよ。あ、おもろいな。思うでしょ。やっぱ伊予さんに、あ、汚いからやめとけって言われて却下されたんですけど、まああんまり、うん、あ、コーラ行きねやな。全然コーラ行きしますって、ゲップせずに微動すしています。あ、コーラ行きも、ああそうそう、特典や、特典忘れとった。今日特典は何します。ワンピッチャーにします。そうですね、キーワードを、うん、言ってくれた人には
ソフトドリンクワンピッチャーにしましょうか。 OK、はい、今日のキーワードはショウ君あ、何やったツンツンデレ、おショウさんですね。ツンツンデレっていうキーワード言ってくれたらソフトドリンクワンピッチャーお、出し上げます。ちょっと待って、サイダータワーとかやってるらしい。やっぱりね、でも一番びっくりしたのが味噌汁タワーっていうところを、いやまあ、それはもうさすがにちょっとあったかいし、そこなんそこかってなるけど、やっぱ暑いし、そういうのやめ、見た目もちょっと汚いから、やっぱり食べた時嫌やな。コーラタワーしたいなと。まあでもサイダーもいいですけど、でももともとあんまり基本炭酸ちょっと苦手なんですよね、僕。じゃあ、これ、いや、本当言うと、それ10ここだけの話ですよ、ここだけの話。僕、ちょっと炭酸苦手なんですけど、ちょっと大人ぶって炭酸飲んでたらお酒の感じをするなっていう、ちょっとした大人びてるところだったわけですよ。だから、ナイキンさんとかに、たまにお客さんに言われて、こいつね、つって、炭酸苦手なんで、ちょっと普通のジュースあげてもいいですかとか言って。言われてきたら、なんかトロピカルスペシャルジュースってのくれるんですけど、いやですね、もうネクターとオレンジジュースまねたやつをくるんですけど、まあまあ美味しかった。うまいな。いや美味しかったです。僕は甘党なんで、辛党よりか甘党で、カレーとかもポケモンカレーしか食べないぐらい。ポケモンカレー、はい、ポケモンカレーから星の王子様しか食べられないぐらい甘口が。俺の世代やな、はい、俺の世代そんなんないわ、ポケモンカレーバーモントカレーはまだマシなんですけど、じゃあ今度カラカラ麺の100カラパスタ無理ですって、ね、T&A っていう最近めちゃ僕たちが言ってるとこあるんですけど、そこの10カラを食べた時はもう口から引いてるんちゃうかぐらい。10が辛いな、確かにな、はい、じゃあ一蘭の10カラパスタはあれだったら全然余裕。食べきった、食べきったらなんかくださいね、じゃあ、得点。ほら、ピッチャー。いいよ。な、それあげるわ。苦手な、そう苦手なんです。でも、やっぱコーラっていうと、やっぱりこうね、やっぱ割りもん、もうお酒割るみたいなのもあるんで、はい。ちょっとお酒な感じするかな、みたいな。いや、辛ラーメンだけは本当に勘弁してください。いや、美味しくない。いや、辛ラーメンだけは本当に。大好きさ。いや、本当に。おいしそう。はい。まあ、絶対だぞ、お前。はい。なんかちょっと締めろって。まだ大丈夫さ。20秒ぐらい締めるんで、とりあえず辛ラーメンだけは本当に勘弁でお願いします。せめてそれ、フリやろ。ラオウ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 が欲しい。それは無理や。じゃあ、もう辛ラーメンだけは本当に勘弁でお願いします、辛ラーメンだけは。辛ラーメン辛いもんな。いや、あれね、ほんと食べたんですけど、麺1個すすっただけでも1日中何も食べられないぐらい口の周りがヒリヒリするっていう。えぐいな。担々麺、担々麺やったら終わった。ありがたい。担々麺大好きでございます。ありがとうございます。はい、何ですかってことで、とりあえず今日は、翔さんっていうプレミアムなゲストが来てくれて初ですもんね。まあ、ゆいね、まあ、来てくれたんで、ただ来週は若いメンバーでやっていくんで、ただ僕も多分出ると思うんで、またその時はよろしくお願いします。ということで、今回もビジュアルメンティキューでした。よし、はい、ありがとう。